サメ肉の断面日本のスーパーマーケットで売られる、サメ肉発酵サメ肉サメ肉は、シーフードとして食べられるサメの肉である。人間によるサメ肉の消費は、紀元4世紀の文書に記述が見られる。西ネズミザメ、青ザメ、メジロザメ、オナガザメ等の様々な種類が消費される。アジアで人気があり、乾燥、燻製、塩漬けにされることも多い。日本、インド、 スリランカ、アフリカの一部やメキシコでは日常的に消費される。西洋では劣った食物と考えられることもあるが、最近では人気が高まっている。未処理のサメ肉は高濃度の尿素の蓄積のためアンモニアの強い匂いを持つ。尿素の含有量とアンモニア臭はレモン汁、酢、牛乳、塩水等でマリネすることにより低減が可能である。 ステーキやフィレに加工されることもある。東、アフリカやインド洋の島では、サメ肉は取引の対象となり、何世紀もの主要なタンパク質源であった。主に沿岸地域で消費される。塩漬けにより、消費期限を伸ばし、輸送しやすいようにしている。サメ肉は、アジアでは一般的で人気がある。1996年には、 世界全体のサメの漁獲量の55.4%がアジアであった。日本は新鮮なサメ肉及び冷凍サメ肉の貿易に関し輸出入とも大きなシェアを持つ。ソーセージ、すり身、かまぼこ、魚肉団子やその他の製品等加工されて消費される場合が多い。伝統的に日本全国で消費されてきた魚種である。オーストラリアではサメ肉は フレークとして知られ、人気がある。フレークは主に、オーストラリア東岸に沿って、豊富に生息し、小型で低生成の星ザメから作られる。フィッシュチップスの材料としてよく用いられる。国際連合食料農業機関によると、ヨーロッパ各国は、サメ肉の主要な市場である。ツノザメの酢漬けは、イギリス、ドイツ、フランスや北欧の国々でよく食べられる。通常、 ステーキ状かヒレ状に切り分けられて消費される。しかし、ドイツでは、背肉、ハラ肉、燻製ハラ肉が好まれ、シラアラガンと呼ばれる。FAO によると、1999年には、イタリアがサメ肉の最大輸入国で、フランスとスペインがそれに続いた。乾燥中のハカールアイスランドでは、西温ン,ンザメか温ン,ンザメを用いた、ハカールが国民食となっている。 サメを土に埋めて発酵させ、その後数ヶ月吊るして乾燥させて作られる。ありがとうございます。